ソースコードエディタとは、プログラマがプログラムのソースコードを編集することを目的として設計されたテキストエディタプログラムである。独立したアプリケーションの場合と統合開発環境に組み込まれている場合がある。ソースコードエディタは、ソースコードの入力を単純化し、高速化するよう設計されており、シンタックスハイライト、自動保管、カッコのマッチングといった機能を持つ。また、 コンパイラー、インタプリタ、デバッカなどのソフトウェア開発用プログラムを実行する便利な手段を備えていることが多い。普通のテキストエディタでもソースコードを編集できるが、特にソースコード入力、編集に特化した機能を持つものをソースコードエディタと呼ぶ。一部のソースコードエディタはプログラマがタイピングしている、最中に文法をチェックし、問題を即座に指摘する。また、 一部のソースコードエディタは、ソースコードを圧縮でき、主なキーワードを1バイトのトークンに変換し、不要な空白文字を削除し、数値をバイナリ形式に変換して保存する。その場合、ファイル読み込み時に回答し、成形して表示する。これら両方を行うソースコードエディタも存在する。以下は、統合開発環境に組み込まれているエディタである。ありがとうございます。